今回ローディー缶としては2つのモデルが入荷しています。でこのマウスピースの違いがありまして、こちらがストンとまっすぐなタイプですね。エッジのところはコリンゴールディのホイッスルのようにまっすぐに横に切れています。風切り音というかね、風を切る音が入っているかなという、少しノイズがある音色です。そしてだいぶ細い感じの印象を受けます。こちらの方は、価格が安ければお買い得かなという感じですね。他にもローホイッスルいろいろなものがありますので、その中ではちょっと吹きにくいタイプかなと思うんですけれども、価格が安ければ検討する価値はあるかなと思います。